着実にクライマックスへと近づいている僕のヒーローアカデミア。今回はヒロアカ最新391話、拒んだ世界の解説と今後の展開について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたはおっさんバイバイン怖すぎだろと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。まずは前回までの展開について振り返ってみましょう。390話ではタビと轟家の因縁が決着した回だったね。多くの人を巻き込み、エンデバーもろとも地獄へと道連れにするために、内なる熱を高め続けていたダビを止めるため、轟消灯を抱えて400キロ離れた道のりを戦闘機並みの速度で駆け抜けた飯田天や、軍画山荘到着と同時に限界を迎え、マフラーが大破しながらも消灯を家族のもとに送り届けた飯田は、この瞬間に尊敬していた兄を超え、本物のヒーローインゲニウムへと成長しました。敵討ちのためにステインとシリシオクで戦ったホス事件の時とは見違えて成長したよね。その時にショートから言われた、なりたいもんちゃんと見ろという言葉を大切にしていた飯田は、今度は君の番だと最後の戦場へショートを送り出します。 UA 体育祭の時はまだ絆がなかったけど、この二人のやりとりって本当の友情が感じ取れるよね。間一髪のところで家族のもとへたどり着き、代表解消によってダビを凍結したことで爆発を阻止したショートは、自分の役割を果たし、家族の生存に安堵した拍子に緊張の糸が切れ、気を失ってしまいます。トーヤが生存したから、これからはトーヤの罪を家族みんなで償っていくためのもう一つの地獄の轟くんちが始まるけど、これでやっと轟家が一つにまとまりそうな気がするよ。ダビの爆発が防げたから、もう軍画山荘の戦いは決着しそうだね。ところが戦況はさらにひどくなっており、軍画山荘の戦いはダビの爆発以上に恐ろしい状況になっていました。それはどういうこと？ダビの熱気が消滅したことを察した戸賀卑弥呼は、もう何もかも吹っ切れたかのように殺意をむき出しにし、無限増殖を加速させるサッドマンズデスパレードでヒーローたちを次々と飲み込んでいきます。ピクシーボブの土流でなんとか堤防を作っていたけど、戸賀卑弥呼の天敵だった稲佐が戦場を離れてしまったから、負担が倍増して力尽きちゃったんだね。ピクシーボブが力尽き、広範囲攻撃ができるヒーローがいなくなってしまったことで、トゥワイスの増殖スピードが一気に加速し、軍画山荘で戦うヒーローたちは瞬く間に飲み込まれてしまいます。2倍の個性は1体につき2体同時に作れるから、とんでもないスピードで増え続けたら大変なことになるよ。1人のトゥワイスが2体複製するのに5秒かかるとしても、2分弱で日本の人口を上回る1億人に達するスピードで増え続ける計算になるため、戸賀卑弥呼の変身があと10分しか持たないとしても、余裕で地球全土を埋め尽くすまで増やすことができるということです。ダビの爆発の方がよっぽど被害が少ないレベルだよ。ピクシーボブが力尽きたことで決壊したトゥワイスの波は一瞬で膨れ上がり、軍画山荘だけにとどまらず、ダビとの戦いで精魂尽き果てた轟ショートや、動くこともままならないほど疲弊した飯田天や、オール・フォー・ワンによって壊滅したホークスたちのもとにも迫る勢いで増殖し続けます。5分もあれば日本全土が潰されちゃうよ。もはや打つ手なしの状況に追い込まれたヒーローたちの中で、唯一諦めていないお茶子は戸賀卑弥呼の本体を捉え、必死の説得を試みます。ここまで来たらもう説得なんてできないでしょ。しかしお茶子だけが気づいた戸賀卑弥呼の異変によって、戦況は思わぬ方向へと傾いていくのでした。お茶子は何に気づいたのさ？お茶子が気づいた異変というのは、戸賀卑弥呼は本当はトゥワイスに変身できていないのではないかということです。ちょっと待って、意味がわからないよ。軍画山荘に来た直後、無限増殖するトゥワイスを見たつゆちゃんは、しがらきとむらやダビに変身して個性を使ってこない状況から、戸賀卑弥呼の好きという感情がしがらきたちには当てはまらなかったと推測していましたが、戸賀が涙を流す姿を見てお茶子は、そもそも戸賀卑弥呼はトゥワイスになりきれていないのではということに気づきます。つまりどういうことだってばよ。本来トゥワイスの2倍で増やした人物は個性が使えるのですが、つゆちゃんの考察では、戸賀卑弥呼の変身の条件が増えたトゥワイスにも適用されてしまっているため、好意を寄せていたトゥワイスの個性は使えるが、
死柄木弔は好意が足りていないので個性が使えないと解釈していました。しかしその実態はヒーローを殲滅するという殺意が混じってしまったことで、純度 100% の好意なら個性が使えたのに、殺意が混じってしまったことで TWICE の個性も使えなくなってしまったということです。つまり増殖しているのは TWICE に変身した戸賀卑弥呼であって、戸賀卑弥呼は TWICE になりきれてなくて涙を流していたってこと。戸賀卑弥呼は大好きだったはずの TWICE にすらなれなかったことに動揺し、パニックを起こしていたことをお茶子に見抜かれたことで、一気に抑えていた感情が爆発してしまいました。子供の頃から誰も自分のことを理解してくれなくて苦しんでいた戸賀卑弥呼は、見限ったはずのお茶子が自分の気持ちを理解してくれていることに気づいて、感情が溢れちゃったのかもしれないね。戸賀卑弥呼の本心に気づいたお茶子と、拒絶しようとする戸賀卑弥呼が対峙したところで391話は終了するのですが、最後に意味深な一コマが描かれています。なんだかお茶子が驚いた表情を見せているね。このシーンをよく見てみると、大量の TWICE の中から何かがせり出てきているように見えませんか？本当だ。黒髪だから増殖した TWICE でもないし、何なんだろう。おそらくこれはつゆちゃんの頭部ではないかと考察しています。艶っぽい黒髪、確かにつゆちゃんのような気がする。群賀山荘にお茶子と一緒に転送されてきたつゆちゃんは、戦いの中でお茶子とはぐれており消息不明になっていました。確かにお茶子はずっと一人で戦ってるね。サッドマンズデスパレードで群賀山荘にいる全てのヒーローを飲み込んだトガなら、つゆちゃんの死体を目の前にさらし、お茶子を絶望させるのも可能なはずです。もしそれを本当にやったなら、うち展開すぎるよ。空を飛べるヒーロー以外は全て飲み込まれてしまった状態でお茶子だけが懸命に戦っていますが、お茶子の繊維を喪失させるなら、つゆちゃんの死体を突きつけるのが一番効果的ではないでしょうか。やることがエグすぎる。このままでは絶望的な鬱展開になりそうな状態ですが、もう一つの可能性として、戸賀卑弥呼がつゆちゃんに変身したダミーの可能性も捨てきれません。黒霧によって転送される直前、つゆちゃんの血を吸って変身していた戸賀卑弥呼は、わずかながらつゆちゃんの血を残しているようにも見えます。確かに少しだけ残ってるね。この血を利用しつゆちゃんに変身することでお茶子を揺さぶろうとしているというのが本命のような気もしますね。そうであってほしいよ。お茶子の勝利条件としては、戸賀卑弥呼の変身持続時間が切れるか、戸賀卑弥呼を殺す、もしくは説得して降伏させることです。変身持続時間についてはTWICE 変身直後におよそ 3,40 分しか持たないと語っており、飯田天野が音速に近い時速 1,200 キロで、上の区から群賀山荘まで400キロの道のりを走ってきたと仮定すると、 TWICE の血を飲んでからおよそ20分ほど経過していることになります。そうなると変身の残り時間は10分前後と推測できますが、2分もあれば1億以上に増える TWICE に地球が埋め尽くされてしまい、その時点で勝負が決してしまいます。よってお茶子が戸賀卑弥呼を戦闘で殺すか、戦意喪失させるかの2択になりますね。戸賀卑弥呼と戦ってもミスディレクションを使われたら戦闘が長引きそうだよ。1分すらも時間をかけれない状況で、お茶子に残された道は説得による戦意喪失しかありません。恋バナで戸賀卑弥呼を説得するしかないのか。誰にも理解されず世界の全てを拒んだ戸賀卑弥呼と、唯一彼女の本心に触れたお茶子、彼女たちの最初で最後の恋バナは果たしてどのような決着を迎えるのでしょうか。ということで今回は391話拒んだ世界について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この戦いがどんな決着を迎えるのか、みんなの意見をコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プレスウルトラ。